これから梅雨の時期を迎えますが、プロ野球は日々熱い試合が繰り広げられています。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。今日はここ札幌ドームからファイターズ対ジャイアンツセパ交流戦の模様を解説に、栗山英樹さん、そしてもうお一方、大塚浩二さん、実況担当は私、節丸雄一でお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ジャイアンツ、この3連戦1勝1敗と五分の星で戦っています。まもなく試合開始です。次に球界を担うのはこの男だ。新たなる怪物、ダルビッシュ有。初球から行くぜ。白球のハンター、清水孝行。ジャイアンツ今日のトップバッター、清水。ストレート、ピッチャーまずはストライクを一つ取りました。2球目投げた、打った、ファールボールです。1回の表、0対0。これはこれもファールボールです。ランナーなし、ノーアウト。直球、これは大きく外れています。2-1。バッターボックスには清水。当たりは今一つ、セカンドへのゴロ。一塁へ、ワンダウンです。鉄壁の守備で内野を占める西俊久。第1球、これは三遊間へのゴロ。シングルヒット、強烈な打球をライトに運ぶ右打ちマイスター、新岡智弘。得意のスライダーをどう使ってくるでしょうか。スライダーが効いてますよね。ピッチャー自信満々で投げてるように見えますよね。2球目、まっすぐ外れています。ワンワン。まずは1点が欲しいところ、ワンストライク、ワンボール。これは切れてファールボール。バッターは新岡。打った、これもファールボールです。ランナー一塁、西。打った、これもファールボールです。この1球、低めストレート、これは外れてボール。 2-2。 バッテリーの計算はどうでしょうか。さあ第7球、これは外れてボール。勝負のカウント、8球目、打った、一塁側のスタンドに入ります。打った、ピッチャー返し、まず二塁、そしてダルビッシュ、このピンチをダブルプレーで切り抜けました。1回の表、この回のジャイアンツランナーを出しましたが無得点に終わっています。キレが命の若き流星、大きなカーブで決める宇都宮哲也。鍛え上げた技が光る。いけるぞ首位打者、坪井智近。攻撃に入ります。ファイターズ今日トップバッターを務めます坪井。直球、初球は見てきました。ワンストライク、ノーボール。これはピッチャー危ない、ボールが手につかなかったのか。すごい足を生かしました。虎視眈々とクリーンナップを狙う木本邦幸。
先頭打者が出ました。いきなりのチャンスですけど、しっかりものにしたいですね。これは1、2塁間へのゴロ。2塁間に合うか。ランナー駆け抜けた。記録はフィルダースチョイス。疾風怒涛のフルスイング、小笠原道博。高く上がった打球、ライトへ。これはアウト。アウトを一つ取りました。スタジアムを震撼させるスーパーパワー、セギノール。真ん中低め、大きく外れてボール。0対0。さあ第2球、低めストレート、これも外れてボール。打つにバッター有利なカウントになりました。依然得点圏にランナーがいます。当たりは今一つ、内野へのフライになりました。これはアウト。これも打ち取った。そのオーラがスタジアムを包み込む新庄。さあ1球目、アウトコースへの変化球、これは見ました。ワンストライク。内角へのストレート、これは大きく外れています。ワンストライクワンボール。打つに苦しい状況でのマウンドです。打った、右に切れてファールボール。集中力を高めます新庄。すくい上げた、レフトはどうか、ですがこれもファールボール。第5球、バットが出ませんでした。見逃し三振です。変化球でした。これはバッターやられましたね。ナイスボールでした。0対0、この回のファイターズ、得点圏にランナーを進めましたが、結局無得点です。あと1本なんですけどね。攻めの形はできてるんで、次の回以降期待できると思いますよ。高めのボールに牙を剥く野球の天才、高橋由伸。ジャイアンツ、この回の攻撃は4番からの好打順です。打席に入ります、高橋。アウトコース低め、これは大きく外れています。さあ第2球、まっすぐ、これは見ました。カウントワンエンドワン。低めいっぱい、これは見ました。カウント2エンド1。ランナーなし。平凡な当たり、打球はショートへ。一塁間に合うか。高橋、内野安打。鋭利な打球でフィールドを切り裂く阿部慎之助。初球、うまく当てた。際どいところセーフ、シングルヒット。フォアザチームのアジアの大砲、イースンヨプ。真ん中低め、わずかに外れてボール。さあ第2球、これは見逃し、ワンワン。2回の表、カウントワンエンドワン、両チーム無得点。低め、これは見ました。一寸よ、追い込まれてしまいました。ノーアウト、塁上にはランナーが2人。まずは三振でワンアウトを取りました。4番になるために生まれた男、小久保裕紀。先制のランナーが塁に出ています。当たり前ですけど、ここで先手取って主導権握っておきたいですよね。相手に楽にやらせないためには、ここで何としても1本欲しいですね。スライダー、バッターよく選んでいます。0対0。さあ3球目、いい当たり、しかし大きく切れていきます。
打席には小久保。打ち上げた打球はレフトへ、これもファールボール。ダルビッシュ苦しい状況でのマウンドです。連続三振でツーアウトまでこぎつけました。迫力のスイングでピッチャーを震撼させる亀井義行。低め初球は外してきました。さあ2球目打ち上げた、ライトはどうか、これは切れています。0-0カウント、ワンエンドワン。インコース高め、これはうまくタイミングを外しました。ポンポンと追い込みました。4球目ボールを捉えることができません。0-0この回のジャイアンツ、三塁までランナーを進めましたが得点には至りません。あと1本なんですけどね。攻めの形はできてるんで次の回以降期待できると思いますよ。卓越したバットさばきで弾き返す稲葉篤紀。バッターボックスに入ります。稲葉、アウトコースへのまっすぐ、これは見ました。まずはストライクが1つ。インコース外れています。第3球内角、今度はバッター振ってしまった。ツーワン、両チーム無得点。さあ4球目低め大きく外れてボール。マウンド上先発の宇都宮、三振に仕留めました。チャンスに強い最強キャッチャー高橋慎二。1球目内角へのストレート、初球は外してきました。2回の裏ノーストライクワンボール。内角、これも外れてボール、ノーツー。ワンアウトランナーはありません。打ち上げた、面白い打球ですが難しい打球を取りました。早くもツーアウトになりました。しなやかなバットコントロールで安打量産、小田智之。平凡の当たり、打球は二遊間へ、一塁は二回の裏。この回のファイターズ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。シュアーなバッティングでチャンスメイク、アメリカでの経験を日本に伝えるジョー・ディロン。真ん中低め、まずは1球ストライクを取ってきました。ダルビッシュ3回のマウンドに向かっています。真ん中へのストレート、このボールも空振り、どんどんストライクを取りにきます。勝負、バットに当たりません。3球三振。さあ集中力を高めます。清水ストレート、初球は外してきました。2球目投げた、これはバックネット方向へのファールになりました。さあ第3球投げた、ストレート空振りストライク、ツーワン。
3回の表0対0ツーストライク1ボール。打ったライトへ、簡単にツーアウト、早くもツーアウトになりました。さあツーアウト、ランナーはありません。バッターボックスは西、最初の打席ヒットを放っています。まっすぐ外れています。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、野手の目線から言わせてもらうと、ここでランナー出すと言葉は悪いですけど、しらけちゃうんですよね。そういう意味でもぜひ大事にいってほしい場面です。第3球、直球、バッターよく選んでいます。ノースリー、両チーム無得点、ノーストライク、スリーボール。低め変化球、見逃してストライク、ワンスリー。マウンド上ダルビッシュ、これはとんでもない飛距離です。入った、ホームラン。ダルビッシュ選手、ちょっと迷いが出たように見えましたね。一体どこまで飛ぶんだという打球でしたね。バットの芯にしっかりヒットした、いい打球でしたよ。ここで先制して勢いをつけましたジャイアンツ。これで早くも1点のリードです。大事な先制点をうまく取ることができました。これはベンチも当然盛り上がりますよね。低め、初球は外してきました。ノーワン、1点リードに変わっています。着実に追加点を重ねていきたいところ。そうですね、まだこれで決まるっていう気は全くしませんから、どのタイミングで追加点を取れるかっていうのが大事なことになりそうですね。低め、これはボールとはっきり分かる球です。ワンストライク、ツーボール。ワンストライク、ツーボール。1点差。直球、これは外れてボール。ダルビッシュ、これはまずいことになってきました。ピッチャーはダルビッシュ。低め、これには対応できません。さあ、ツースリーになりました。ツーアウト、ランナーなし。平凡の当たり、一二塁間へのゴロ、自らベースを踏んでアウト。3回の表を終了して西ソロホームランで先制です。大きな一振りになりましたね。まずはこれで主導権を握れたと思うんで、すぐに失点しないようにってことだけを気をつけてほしいですよね。守備は満点、積極果敢なバッティングが見たい金子誠。さあ余裕をもらった宇都宮、これでピッチングがどう変わるか。バッターは金子、9番からの打順です。これは外れてボール、まずはボールが一つ。低め、これは外れてボール。3球目、内角高め、空振りストライク。3回の裏、ワンエンドツー、1点差。打ち上げました。センターはどうか、センター掴んでアウト、ワンダウンです。すごい、ここ5試合での成績は18打数5安打、打率2割7分8厘、なかなか安定したバッティングを見せています。見逃してストライク。さあ2球目、投げた、内角高め、この球にも手を出しません。2ストライク。さあ勝負球、高め、1球間を置きます。カウント2エンド1、1点差、2-1。
4球目二遊間山ゴロ一塁はこれはアウト。さあ2アウトになりました。集中力を高めます2番木本。インコースギリギリいっぱい。いいですね、今のコースなら簡単には打たれないと思いますよ。カーブ、この球には手を出しません。ツーストライク。これは間を抜けていく。シングルヒット。さあランナーを置いて迎えるのは3番小笠原。内角への変化球、これは外れてボール。さあ同点のランナーが出ました。インコース見逃してストライク。カウントワンエンドワン。3回の裏1点差。これは会心の一撃、ライトに送った逆転ホームラン。小笠原絶好球を逃しません。捉えた当たりはライトスタンドへのホームランとなりました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。前半から試合が動いています。さあ集中力を高めます。関ノ浦最初の打席内野フライに倒れています。低めこれは見逃し。まずはストライクが1つ。さあ2球目カーブ外れています。ワンワン。さあ3球目ショートへのゴロ一塁送球。3回を終了して小笠原ここまでの MVP と言ってもいいですよね。もちろんそうですけど残りイニング数を考えるとこのまま行きそうにもないですよね。解説者泣かせの展開です。ジャイアンツこの回の攻撃は4番からの好打順です。バッターボックスに入ります。高橋初球打ち、打球はセカンドに。ノーアウトから同点のランナーが出ました。さあランナーを置いて迎えるのは5番阿部。内角わずかに外れてボール。ノーバン。一つ牽制を入れます。ジャイアンツここまで5安打。内角へのストレート、これは逃した。ワンワン。この後のバッターはイースンヨ、国語と続いていきます。平凡な当たり、ライトはどうか、右に切れてファールボール。マウンド上ダルビッシュ、今のところ疲れは見せていません。少しの差なんですけどね。イースンヨ、ここ5試合での成績は18打数6安打、打率3割3分3厘。なかなか安定したバッティングを見せています。いい当たり、アウトコース、わずかに外れてボール。さあ第3球外れています。バッティングカウント
まっすぐ空振りストライク。カウント2エンド2。ピッチャーはダルビッシュ。ここまで奪った三振は5個。シュート、これは外れてボール。さあフルカウント。一塁ランナー大きくリードを取ります。6球目、2者連続三振です。小久保、ここ5試合での成績は15打数6安打、打率4割ちょうど、好調を維持しています。見逃してストライク。外のストレート、これは大きく外れています。低め、これは見ました。ツーワン、1点差。4回の表、この回のジャイアンツランナーを出しましたが無得点に終わっています。先頭バッター、新庄、5番からの打順です。低め、大きく外れてボール。ノーワン。変化球高め、見逃してストライク。カウントワンエンドワン。4回の裏、ワンストライクワンボール。うまく捉えた。ショートの脇、ショート抜けます。先頭バッターが塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは6番稲葉、左バッターボックスに入ります。高く上がった打球、これはアウト。アウトを1つ取りました。高橋、ここ5試合での成績は15打数2安打、打率1割3分3厘、このところ少し調子を落としています。外れています。第2球、低め、変化球、これはバットが空を切ってしまった。当たりは今一つ、これはアウト。さあ、ツーアウトになりました。小田、ここ5試合での成績は14打数4安打、打率2割8分6厘、なかなか安定したバッティングを見せています。大きく外れてボール。さあ第2球、直球、これは見ました。ここはきっちりと抑えなくてはいけないところです。4回の裏、ワンストライクワンボール。真ん中低めいっぱい、これは見逃し。バッターボックスは小田。さあ4球目、高く上がった打球、ライトへ、ファールボール。ランナー1塁、新庄、ツーアウト。打った、1塁へのゴロ。4回の裏、この回のファイターズ、ランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。ダルビッシュ、5回のマウンドに向かっています。ジャイアンツ、先頭バッター小久保、7番からの打順です。これは見逃し。さあ第2球、投げた、低め、変化球、これは大きく外れています。ワンストライクワンボール。3球目、投げた、インコース、これは見ました。
1点差。第4球変化球で仕留めました。亀井、ここ5試合での成績は14打数2安打、打率1割4分3厘。このところ少し調子を落としています。これは外れてボール、ノーワン。低めいっぱい、見逃してストライク。ワンストライク、ワンボール。5回の表、1点差、ワンストライク、ワンボール。当たりは今一つ、セカンドへのゴロ。一塁はこれでツーアウト。さあ集中力を高めます。ディロン、最初の打席三振に倒れています。打った、一塁はこの回の表、この回のジャイアンツ3人で攻撃を終わっています。いいですね、この回は完璧と言っていいと思いますよ。ファイター、この回の攻撃はラストバッターからの打順です。打席に入ります、金子。インコース高め、これは見逃し。2球目投げた、真ん中低めいっぱい、この球にも手を出しません。ツーストライク、ノーボール。坪井、ここ5試合での成績は18打数5安打、打率2割7分8厘。なかなか安定したバッティングを見せています。これは外れてボール。第2球、あー、いい当たりでしたが真正面、ワンダウンです。さあランナーを置いて迎えるのは2番木本、左バッターボックスに入ります。一塁ランナースタート、二塁へ。第2球アウトコース高め、これは見逃し。2球でバッターを追い込んだ。1点差。打球は二遊間へ、一塁送球、これでツーアウト。ここで一発もあるこの人が打席に入ります。バッターボックス、小笠原。この球には手を出しません。ストレート、これは見ました。5回の裏、ストレート、これは外れてボール。打つに、ここは踏ん張りどころ。痛烈な当たり、打球はセカンド、これは強肩、三塁を回ってホームへ。セカンドランナーホームイン。ファイターズさらに差を広げました。宇都宮、追加点を許しています。おや、先ほどのプレーでどこか痛めたのでしょうか。阿部、ここでやむなく退場となります。怪我の具合が非常に心配です。
選手交代が今審判に告げられました。ツーアウトランナー一塁、バッターボックスには4番関ノール、先ほどの打席内野ゴロに倒れています。見逃してストライク、まずはストライクが1つ。中盤で差は2点となっています。内角、これは外れてボール、ワンストライクワンボール。ファイターズここまでリードしています。チェンジアップ、これも外れてボール、ワンエンドツー。バッターボックスには今日4番に入っている関ノール。マウンド上宇都宮、もう一度牽制。4球目チェンジアップ、これはうまくタイミングを外しました。ツーツー。さあここはどんな配球で来るか。右に切れてファールボール。さあツーアウト、ランナー一塁、バッターボックスに少しの差なんですけどね。5回を終了して小笠原、大事な大事な追加点を叩き出し、その差を2点としています。1点と2点じゃえらい違いますからね。この得点はかなり重いんじゃないですかね。先頭バッター清水、第1球投げた、外角、これは大きく外れています。ノーワン。第2球投げた、打球はセカンドへ。一塁はアウトを1つ取りました。さあワンアウト、ランナーなし、バットを構えます。西、低め、これは外れてボール。さあ2球目投げた、外角、これは見ました。ワンストライクワンボール。第3球内角低め、大きく外れてボール。ファイターズ流れが来ているようです。2点差、これはファールになります。バッターボックスには西、最後は内角ストレート。三岡、ここ5試合での成績は16打数2安打、打率1割2分5厘。このところ少し調子を落としています。この球には手を出しません。さあこのイニング3人できっちり抑えたいところですが、野手の目線から言わせてもらうと、ここでランナー出すと言葉は悪いですけど、しらけちゃうんですよね。そういう意味でもぜひ大事にいってほしいと思います。これはシングルヒット、さあランナーを置いて迎えるのは4番高橋。初球ヒッティング、ライトへ懸命に下がって入りました。ツーランホームラン。高橋、ストライクゾーンギリギリへのピッチングでした。しかし狙っていたかのようなバッティング、見事なホームランです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。これで同点、試合が振り出しに戻りました。未知なる可能性を秘めたシューティングスター、星貴典。相手を追い詰めるには絶好の一打でしたね。ジャイアンツこのままの勢いに乗って逆転まで行きたいところですよね。これは
これで3者連続ヒット。選手交代が今審判に告げられました。先発に中継ぎに大車輪の鉄腕立石直行、勝ち越しのランナーが塁に出ています。シュート、初球は外してきました。6回の表、点差はありません。マウンド上迎えるのは立石。試合の流れをつかむのが非常にうまいピッチャーです。このイニングの重要性は十分に分かっているでしょう。ランナー一塁、星。さあ3球目、真ん中高め、これはバットが空を切ってしまった。ワンストライク、ツーボール。高め、これは外れてボール。カウントワンエンドスリー、ツーアウト、ランナー一塁。バットを構えます。6番イースンヨ、打った、取れません。シングルヒット。ジャイアンツ、ここで勝ち越しのチャンスを迎えました。低め、これは外れてボール。ノーバン。この膠着状態から先に一歩抜け出すのはどちらのチームなのか。これは見ました。6回の表、点差はありません。ワンストライク、ワンボール。いいコースに決まりました。いいコースですね。打っても厳しいんじゃないですか。4球目、いい当たり、打球はサードへ。あー、抜けた。シングルヒット。まだチャンスは続いています。ランナーを返すことができるか。バッター亀井、これは大きく外れています。この膠着状態から先に一歩抜け出すのはどちらのチームなのか。この球も外します。ジャイアンツ、すでに2桁安打を記録しています。バットがよく振れてますよね。それがちゃんと結果にもつながってますよ。得点圏にランナーがいます。ツーアウト、打った、バックネット方向へのファウルになりました。立石、ここは踏ん張りどころ。低め、変化球、バッターよく選んでいます。勝負のカウント、空振り三振。6回の表を終了して高橋、この人の一打で同点に追いついています。ここぞっていう時にしっかり並んでくるのはもうすごいとしか言いようがないですよね。いいところで力を出したんじゃないでしょうか。6回のマウンドに向かっています。ファイターズ、この回の攻撃は先頭バッター新庄。低め、変化球、初球は外してきました。痛烈な当たり、ショートへのゴロ、これはアウト。この回先頭バッターは倒れています。稲葉、ここ5試合での成績は19打数7安打、打率3割6分8厘、なかなか安定したバッティングを見せています。当たりは今一つ。ファイターズ、このイニングはいい形が作れません。高橋、ここ5試合での成績は15打数2安打、打率1割3分3厘、このところ少し調子を落としています。初球は外してきました。ノーワン。際どいところ、この球には手を出しません。
さあ第3球投げた、低めいっぱい、これは見逃し。6回の裏ツーアウト、カーブ、これは外れてボール、ランナーなし、ツーアウト。真ん中低め、大きく外れてボール。バッターボックスには今日7番に入っている高橋。嫌な形で出塁を許してしまいました。選手交代が今審判に告げられました。故障知らずのイブシギン、前田幸永。この膠着状態から先に一歩抜け出すのはどちらのチームなのか。高めいっぱい、これは見ました。まずはストライクが一つ。6回の裏、現在同点です。これはライトへ、ライト掴んでアウト。6回の裏、この回のファイターズランナーを1人残し無得点に終わっています。つながりが悪いですよね。ちょっともったいないと思いますよ。ここで勝負に出ましたジャイアンツ。球界随一の守備職人、足も魅力だ小坂誠。選手交代が今審判に告げられました。リーグ屈指のスピード左腕トーマス。1球目外角、これは大きく外れています。現在同点です。ノーストライクワンボール。真ん中高め、見逃してストライク。ピッチャーは今日3番手のトーマス。打った、右中間はどうか、取れません。さらにセカンドへ、セカンドを割ってどうか、ランナーセーフ。先頭バッターが塁に出ました。ジャイアンツここで勝ち越しのチャンスを迎えました。アウトコースへの変化球、これは見逃し、ワンストライク。さあ2球目、平凡の当たり、左に切れてファールボール。第3球打った、これもファールボール。ツーナッシング、点差はありません。これは一二塁間へのゴロ、ライトは強肩ホームイン。ここでリードを奪いました。2者連続ヒットになりました。清水選手、いい反応を見せましたね。タイミングを逃さずにきっちり合わせてきましたね。うまく打ったと思いますよ。いいところで勝ち越しましたね。チームの追い風になりそうですね。大きいです。さあ、第1球、これは逃した、ワンストライク。1点差、ワンストライク、ノーボール。この球には手を出しません。
ランナー一塁清水。マウンド上迎えるのは今日3番手のトーマス、外れています。さあ第4球、今のはキレのあるいいボールでしたね。さあランナーを置いて迎えるのは3番三岡、右のバッターボックスに入ります。この球には手を出しません。ストライクを一つ取っています。真ん中低め、これも見逃しました。これは一塁へ、これも打ち取った。得点圏では高い打率をマークしているこの人の登場です。高橋、いい当たり、打球は右中間へ、伸びる伸びる、フェンス直撃です。悠々ホームイン。ジャイアンツ一方的な展開を見せています。トーマス、変化球が甘く入ってしまいました。押せ押せのこの場面、続くことができるのか。欲しい、インコース寄りの落ちる球、これは見逃し。第2球ストレート、これはボールとはっきり分かる球です。カウントワンエンドワン、2点差。平凡の当たり、センターはどうか、掴んでスリーアウト。7回の表を終了して5対3ファイターズ。残された3イニングスの攻撃でこの点差を詰めていけるでしょうか。7回の裏、打席には金子、ラストバッターからの打順です。このイニング下位打線からですけど、しっかり点を取っていかないといけませんよ。これは外れてボール。内角、この球には手を出しません。ワンワン。さあ3球目、低め落ちる球、見逃してストライク。カウント2エンド1。7回の裏、2点差、カウント2エンド1。打った、二遊間へのゴロ、一塁送球、ここでワンアウト。すごい、ここ5試合での成績は18打数5安打、打率2割7分8厘、なかなか安定したバッティングを見せています。これは前田、安定感抜群のマウンドです。さあ2アウト、ランナーはありません。バットを構えます。木本、打った、二遊間へのゴロ、木本このヒットで打率2割1分3厘。さあランナーを置いて迎えるのは3番小笠原、左バッターボックスに入ります。ストレート、これは見逃し。アウトコース、これは外れてボール。ワンストライクワンボール、7回の裏、ワンストライクワンボール。アウトコースへの変化球、この球には手を出しません。打席には小笠原、ここはきっちりと抑えました。
7回の裏、この回のファイターズランナーを出しましたが無得点に終わっています。トーマス8回のマウンドに向かっています。まっすぐ、これはバットが空を切ってしまった。2球目投げた、高く上がった打球、これは内野フライ、これはアウト。この回先頭バッターは倒れています。小久保、ここ5試合での成績は15打数6安打、打率4割ちょうど、好調を維持しています。初球を叩いた、一塁は仕留めました。亀井、ここ5試合での成績は14打数2安打、打率1割4分3厘、このところ少し調子を落としています。これは見逃し。さあ2球目投げた、直球、この球にも手を出しません。2ストライク。3球目低め変化球、ここで1球外してきました。2ストライク1ボール、2ストライク1ボール、しっかりと抑えました。8回の表、この回のジャイアンツ3人で攻撃を終わっています。ここは好投と言っていいですよね。ナイスピッチングでした。ここでピッチャーを変えてきます。ジャイアンツ白球の現実師、久保優也。内角への変化球、この球には手を出しません。まずはストライクが1つ。8回の裏、ワンナッシング、際どいコース、バッターよく選んでいます。打席には今日4番に入っているセギノール。いい当たり、シングルヒット。さあランナーを置いて迎えるのは5番新庄。低め、これは大きく外れています。ノーストライク1ボール。2球目平凡な当たり、これはファールになります。低め見逃してストライク。カウント2エンド1、カウント2エンド1、2点差。第4球平凡な当たり、さあゲッツーコース、まず二塁、そしてこれでツーアウト。うまく打たせましたね。これは狙い通り決まったんじゃないですか。稲葉、ここ5試合での成績は19打数7安打、打率3割6分8厘、なかなか安定したバッティングを見せています。平凡の当たり、8回の裏、この回のファイターズランナーを出しましたが無得点に終わっています。
ここでピッチャーを変えてきます。ファイターズ躍動する逆輸入右腕マイケル、今のはカーブですか、スライダーじゃないですかね。わずかに外れてボール。2球目投げた、当たりは今一つ、これは内野フライ、これはアウト、アウトを一つ取りました。さあワンアウトランナーはありません。集中力を高めます清水、ライト落下点に入っています。さあツーアウトになりました。2アウトランナーはありません。バットを構えます。2番西、今日ホームランを放っています。今のボールは栗山さん、スライダーじゃないですかね、これは見ました。さあ第2球投げた、外角空振りストライク、内野に転がった、一塁へ、9回ピッチャー仕事をこなしたと言っていいでしょう。ファイターズピッチャーの自分の仕事をきちんと果たしましたよね。ここで掴んだ流れをなんとか攻撃に生かしたいところですね。ここでピッチャー交代のようです。順調につなぎましたね。これで一安心ってところでしょうね。新天地で吠える制球自在の主要記念豊田清、初球インコース、この球には手を出しません。第2球内角へのストレート、これは外れてボール、2点差、打ち上げた、これはアウト。さあまずはワンアウト。選手交代が今審判に告げられました。2000本安打へ王手ミスターバットマン田中幸雄、第1球投げた、低め落ちる球、大きく外れてボール、ノーストライクワンボール。2球目投げた、低め、これは見ました。ワンストライクワンボール2点差、低め、これは見ました。ランナーはありません。これは一塁送球、ツーアウトになりました。あと一人、ここでピンチヒッターを使ってくるでしょうか。ガッツあふれる攻撃型1番バッター森本ひちょり、際どいコース、
初球は外してきました。ノーストライク、ワンボール、ノーワン、2点差。低め落ちる球、空振りストライク。カウントワンエンドワン。ピッチャーは今日4番手の豊田。高く上がった打球、ゲームセット。札幌ドームからお伝えしてまいりましたファイターズ対ジャイアンツの試合ですが、ジャイアンツ今日勝って2連勝次の試合も期待できるでしょう。ファイターズ先発ピッチャーはゲームを作ったんですが、惜しくも敗戦となってしまいました。粘り強いピッチングをしたんで、まんべんなく援護をしてあげたかったですよね。もったいないという意見もあると思うんですが、仕方がないことなんで次に期待したいと思います。厳しいですね。結果は結果なんで受け入れないといけないんですけども、今日はきちんとした立て直しがいるんじゃないかなって思いました。見事今日のヒーローに輝いています。今日の試合をハイライトで振り返ってまいります。最初にゲームが動いたのは3回の表でした。ツーアウトという状況でバッター西、このホームランで見事に先制します。3回の裏、お互い負けじと点を取り合います。ファイターズランナー1人を置いてバッター小笠原。見事なホームランで逆転に成功。このまま黙って見てはいられないジャイアンツ、6回の表ランナー1人を置いてバッター4番高橋。見事なホームランで同点に追いつきます。さらに続いて7回の表ランナー1人を置いてバッター清水、見事な勝ち越しタイムリー。そして迎えた9回の裏、バッターは森本、対する今日4番手の豊田。最後はきっちり打ち取ってゲームセット、ジャイアンツ見事勝利を手にしています。放送時間が残りわずかとなってまいりました。それではこのあたりで、ここ札幌ドームからお別れです。さようなら。Thank you.